はるぱるです。今回のバイク女子チャンネルは北海道2000キロ女性ライダー一人旅編。私が7月に北海道一周ツーリングをした時の様子をシリーズでお届けします。それでは行ってみよう。皆さんどうも、パルパルです。出た。いやドキドキする、やばい、どうしよう。私北海道で自分のバイク乗ってる。出発。今日は今から三幌峠に向かいます。クッショロコがあった。でも高い。私高いところ苦手なんですよ。ちょっと教書言えない。教書で高いところが苦手なんですよ。だからあんまり峠行っても後ろも見えないし、なんか今後ろからトラックみたいのが迫ってきてる。やめて。来てこないでください。あー右側怖い。なんか高いのが見える。高いのが分かるが怖い。じゃあ峠道くんなやん。怖い。あー手が疲れ。すごい後ろのトラック絶対これ遅いなこのバイクと思ってる。あーやばい、高いところ来てしまった。高いところに来てしまった。あっ無理やで、スピード出さへんで足。見えない、怖い、見えない。マジで怖い。ちょっと入ってくる。ああ体が震える。怖いよ。足がプルプルしてくるね。足がプルプルしてくるね。高い。着いたで。どっち左。どっから入るの。ああ着いた。ちょっと平らなところに止めたい。平らなとこがない。よいしょ。ああそっちに行こうかな。よいしょ。ああとりあえず一回ここで降りよう。よいしょー。美幌峠ぐるっとパノラマ、美幌峠到着。じゃあちょっとジョージと お猿のジョージと羊のショーンで喋ってみようか。でしょうか。分かるわけないだろう。俺にそんなもの分かるわけないだろう。一人で何やってるんだお前は。よし。
いやーもうでもね、一人気楽で、超気楽なんで、いや本当に来てよかった。なんかさっきのね、なんかスープカレー屋さんとかも多分一人で来なかったら止まんないんじゃないかなっていう気がするんで、今日ね、そう、野サップ岬に行くのを今日は諦めたんですよ。あの根室からね、25分ぐらいかな、片道で、往復で50キロあるんですよ。であと寒いのと結構雨が、小雨がパラパラ降ってて、そういうのもあったんでちょっとやめといて、でこっちまで来たんですけど、だからそこ行ってたらもう今4時ぐらいだから、スープカレー食べらんなかった。11キロ、ビホロ11キロ、食べらんなかったと思うんで、よかったですね、ほんと。あー空気がいい、あー空気がいい、ほんと空気がいい、あー気持ちがいい、ほんと素晴らしいとしか言いようがないんですよ。語彙力。あー怖い、大きいトラックとすれ違うと怖い。いやでもね、ほんとこのバイクじゃなかったら私来てなかったと思うんで、この右にもうね、でもね、屈斜路湖あるんですよ。多分このバイクじゃなかったら来てなかったと思うんで、ほんとこのバイクに変えてよかったなーっていうかね、長く乗ると思います私、楽しいんで。でもなー、この間ほんとトライアンフの3気筒乗ったらな、すごい乗りやすかったんだよ。浮気しちゃおうかなとか思って、ハハハ、バブ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 。このね、木の隙間からちょこちょこ湖が見えるんですけど、おバイク来た、バイクじゃない、違う、自転車じゃないよね、これね。ん、何このバイク、おハイビームやんか、眩しいと思ったらハイビームやんか。いや北海道にね、ヤングなオスが、オスバイカーが全然いないんですけど、どういうことですか。どういうことですか。もうこんなね、一人でね、女一人でツーリングとかしてて、全く出会いなんてないですからね、これね、はい、もうね、人間とねデートしてない記録9ヶ月目更新中、はい、更新中です。バイクとばっかりデートしてます。それはデートって言うんか。悲しいよ。ほんとね、2人でご飯とかも食べに行ってないんちゃう、デートみたいな感じ。もうこういうとこ嫌い私。怖い、これビホロ峠なのかな、これ先が全く見えへんで、これ嫌いなんですよね、こういうのも。怖い。こんなんで私ね、ヴィーナスライン行ったら渋滞しますよ、渋滞させる自信がある。ビュンビュンバビョン。あと 5.6 キロ、昨日もね、あのね、あっという間でしたね、320キロ走ったんですけど、トライアフのライディングアカデミーで習ったステアリング操作を意識しながら走ったら、もう肩周りがバキバキで、結構筋肉痛でびっくりしました。バイバーイ。ここは結構やっぱ峠道なだけあって、ライダーさんがいっぱいいるなぁ、嬉しいなぁ。なんかね、あんまり北海道に来てすれ違ってないんですよね、意外と。っていうかさ、こういう峠でさ、スピードを出せる人って何を考えてんのっていつも思うんだけど。だってさ、前とか見えなくてさ、このブラインドコーナーみたいなわけじゃないですか。で、こんなコーナーで前になんか倒れてたりとか、物があったりとか、なんか車立ち往生してたりしたら自分が死ぬやんか。そういうの考えないんですかね、いつも思うけど。規範してるわけ
ではないんだけど、なんか単純に死にたくない死ぬためにバイク乗ってるんじゃないんで、死ぬためにバイク乗ってるんじゃないんで、なんかスピード出すんだったら別にサーキットとかあるからそれでいいじゃんみたいな。あー手がしびれてくる、峠道つらい、ほんま手がしびれてくる。峠道も皆さん、おー早いで、レクサス辛くないっすか、手しびれてきません、私めっちゃ手しびれてくるんですよね。おっ、あっ、おっ、上り、あとね、ずっとバイク乗ってると膝が痛いなんかここはね、伊豆スカに似てますね、うん、なんか道のちょっとボロ感、狭い感、やっぱ峠道だから伊豆スカとか三国峠とかああいうとこに似てる、ね、すいませんね、なんかもっと可愛い喋りじゃなくて、本当にもっと可愛い喋りしましょうか、私ゆっくり。はい、じゃあ今日はビフォロー峠に行きたいと思います。あれ、今走ってるのがビフォロー峠かな、そうだった、ビフォロー峠、ビフォロー峠ださっきからもう言い間違えちゃって、えへ、汗かいてるよ顔に。あーマジ。今回のバイク女子チャンネルいかがでしたか？よかったらチャンネル登録とコメント高評価お待ちしてます。それじゃバイバーイ。